浜松弁柄横丁は、かつて、静岡県浜松市中各家事町に存在した横丁文化をテーマとした施設である。遠州鉄道高架下に存在した浜松弁柄横丁市中心部再開発事業の一環として、遠州鉄道鉄道線の高架下にあった市営進化は駐車場を再開発して2006年3月3日にオープンした。当初は、 ラーメンと焼き鳥のフードテーマパークをコンセプトとし、2006年度の入店客は100万人に上った。一時は、うどんや鍋料理など様々な店が出店していた。しかし、その後テナントとして入居していた店舗の閉店や撤退が相次ぎ、2013年度の入店客も17万人と、ピーク時の2割未満に減少した。このため、 有識者らによる浜松市の評価会議において、現状での事業継続は困難との評価が下され、浜松市は2016年3月で事業の見直しを決定した。営業店舗も2014年8月には、うなぎ料理店1店舗、とんかつ専門店1店舗の計2店舗のみとなり、結局浜松市からの要請により、2015年12月30日をもって閉鎖され、解体された。 建物敷地は浜松市所有となっている。なお、NHK 大河ドラマ、女上主自家ドラの放送に合わせて、観光 PR 施設、浜松出世の館が期間限定で開設されていた。その後さらに改装され2019年1月6日、跡地には浜松魅力発信館ザゲートがオープンした。 浜松弁原横丁村族の、キロ中日新聞に2014年7月31日付、浜松出生の館、1月8日オープン、<床>ハット https www.city. 浜静岡 .jp s l ッ s h myryoku s l ッ s h k a w a r h a n スラッシュ2018スラッシュ2 0 1一1 2 1 h t m l ありがとうございます。